電源を入れて、Bluetooth を押すと、Which modem?出てこない。あ、この辺駐車場外からいろんな人の Bluetooth が出てきてしまった。なんで出てこないのかな。やりな。エンジンをまず、あ、まずこっちからやるか。設定で Bluetooth をこれをオンにして Bluetooth をオン。最初に出てくるやつが誰のラジオがつながってるのかがわからないよね。あ、ゴールドモト、これだ。ゴールドモトタップ。The Bluetooth device is connected successfully。 これが喋ってるんだ、ラジオじゃなくて。で、今接続済み。行きますね。で、後で著作権で引っかからないように、著作権で引っかからないように、ザ・陰謀論、ザ・陰謀論を、これボリュームアップ、空間的にというか、まあ、なんかね、冷静に見れるんでしょうね、恐らくね。そういう感じの僕みたいな天才系と、あと努力系の人のセリフ、努力系かなっていうのがあって、これをセットして、え、これ昔からって12.3、そうしたら聞くよ、なんですよ、オープニングに閉まって、閉まって14ボルト、スピーカーはちょっとメーカー忘れたんですけど、6,000円ぐらいのスピーカー、こっちも中華製で買ったんですけど、ちょっと忘れてしまいました、中華製の。あ、スピーカーは沖縄のホームセンター作元のものですね。で、別に盗まれたらまずいっていうわけじゃないんですけど、ちょうどここにピタッとはまって、でここでボリュームとかをできるんですね。今こんな感じです。ここは見えにくいかな、エンジンをかけたら USB ケーブルが出て、まあ、こんな感じで作られています。ちょっと今 iPhone で撮影しているので